さんこんにちは、森田ひかるです。イオンカードプレゼンツ森田クラブ第3回です。いやちょっと前回は2回とも私がお支払いをしたので、ちょっと今回やばいんですけど本日はここ駒沢大学にあるお店ナポリスタカさんにお邪魔しています。このお店の窯で焼くナポリピザはある特徴があるそうなので、すごく人気だそうです。早速行ってみたいと思います。初回と第2回が2期生だったので、うん、ちょっと緊張します。今回そう全然大丈夫だよ。じゃあまず自己紹介お願いします。はい、桜坂46の小林です。お願いします。お願いします。ポンポン壁見ゼロです。よろしくお願いします。田辺梨沙です。よろしくお願いします。菅井優香です。よろしくお願いします。森谷あかねです。よろしくお願いします。この番組はみんなで美味しいご飯を食べながら、トークテーマが書かれたカードが後で出てくるんですけど、そのテーマで楽しくワイワイみんなでお話できたらなという回でございます。いいね、初めてじゃないこの4カードさんでこういう、ね、はい、そうですね、確かに、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。じゃあ飲み物が来たので、はい、乾杯しましょう。私が来てないじゃないですか。森田クラブアシスタント公式アシ大丈夫ですか。森田クラブ公式アシスタントの松田里奈です。ここからちょっとアシスタントの、はい、そうなんです。公式でアシスタントやらせていただいてて、はい、全然アシスタント募集してないんですけど。でも公式なんでちょっとここから参加したいと思います。失礼します。ちょうど乾杯のとこだったんだけど、いやいや、もうじゃあ改めて、はい、乾杯しまして、改めまして乾杯。乾杯。美味しそう。いただきます。なあ、すごい、めっちゃとろとろ、よろしい、とろとろ、みんなよろしい、とろとろ潰して、ね、100% だね。うわー、すごい、すごい、すごい、ありがとうございます。キャビアですか。え、本当だ、え、そうじゃない。やばい、すごい、初めて、初めてだよ。いただきます。いただきます。え、すごい、いっぱい、どれから食べる、ね、どれから食べるか迷っちゃう。ね、キャビア初めてかも、うん、そう、どう初めてか、え、プチプチ、うん、プチ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 じゃあ、カードがあるのです、はい、あ、そうだ、ね、なんだ、どうぞ、え、私から引いていい、はい、ですよ、引きまーす、ドキドキ、よいしょ、お、モリタールあるを教えて、おー、モリタール、モリタールある、いいね、いいね、いいね、え、なんだろう、初めての経験多くないっていう、多いです、多いです、ね、そうだよね、なんかバナナ食べたことなかったり、バナナサンドイッチも食べたことなかったり、え、バナナ食べる、パンケーキも食べる、パンケーキもです、それが衝撃する、そうだよね、そういうお店とか来ても、うん、そうすると、あ、これ初めてですってもが多いから、すごい、何して生きてきたんだ、バナナ、バナナなかった、今も、今もこうちゃんと食べたことはないです。すごい、結構多いよね、こっちとかにあるよね。あるよね。自ら食べようと思ってなくて、でも初回この森田クラブ紹介でキムチを初めて食べました。なんで、すごい。この機会で食べたらすごい美味しかったです。お風呂の時間が長い。5時間ぐらい。5時間？増やせちゃうよ。伸ばせちゃうの。気づいてないの。
気づいたら明るくて、で夜に入るんですけど、気づいたら朝になってる。寝てる？いや全然起きてます。何気づいたら5時間でどういうこと？本読んだりしてるともう朝になってます。全部がふやふやになっちゃう。しよしよ。耳がすごい。形が初めて見る。初めて見たこの形。すごいですね。耳がおしゃれだね。めっちゃいっぱいさずっしり持ってるからさ。ね、すごい。どうやって食べよう。チーズの弾力が。森谷さんめっちゃ食べるの早いです。あかね、一番早いよね。一番早いと思うあかね。次のカードはい、しましょう。きましょう。じゃあリサさん。はい。はい。これ。じゃん。あら？お、この際だから森田がメンバーです。すごい。引きがすごい。ね、引きがすごい。なんでなんでもない。なんかあるかな。この際だから。物申したい。結構話しかけにくいというか、自分から行く方じゃないじゃないですか。実はこう喋りたいなって思ってたりするので、気軽にこうたくさんなんかこう楽しくワイワイできたら嬉しいです。はい。じゃあ次のカード行きましょう。はい。松田。じゃあこっち側。はい。先輩と、あ、先輩後輩とのエピソードは。確かにちょうど本当に先輩と後輩が。一回目と二回目はね、ずっと二期生で。そっか。さっきも出たんですけど、さっきはハブさんのさんのかっこいいエピソードがすごい、はい、しました。美味しいエピソードがみーちゃんが一緒に初めてご飯行ったのがハブさんだったっていう。行きました行きました。お話をしてて、ハブさんがトイレに行かれた、お手洗いに行かれたそうなんですけど、でそしたら帰ってきて、じゃあ出ようかって言ってお店から出ちゃったみたいで、あとあとゆみちゃんはあの時にハブさんはおしゃれをしてくれてたんだっていう。おしゃれおしゃれ。それがもうかっこよかった。私はやりたくてやりたくてしょうがない。わかるわかる。それを言うあたりも可愛いよね。ちゃんとゆみちゃんも今度誰かに後輩ができたら私もしたいって言ってたんで、引き継がれますよこれは。素晴らしい伝統。素晴らしい。ぜひ使ってください。使ってください。使ってください。幸せにして帰るんで。かっこいいな。キセイさんもやっぱハブさんのことを男前だってやっぱ感じますかね。気配りがすごいかな。結構さりげなくやってくれたりすると、なんかキュンってくるときある。わかるわかる。結構ハブちゃん来ちゃった。キュンってきちゃった。みんな可愛いから。なんかすごいなんかチャラい。チャラい。チャラい。でもなんかじゃあ行きます。決めした。もうあえての。はい。お店で店員さんに話しかけられた時どうする。これは分かれそう。断る答える。私も結構聞いちゃう質問タイプかもね。これとこれ何合わせればいいんですかみたいな。絶対試着して買うから、その後なんか試着してさ、外で待ってらっしゃる時あるじゃない、だからますね、ちょっと開けて恥ずかしいけどどうですかね。かわいい。かわいいね。話しかけられるの苦手なの。あ、そうなんだ。なんか話しかけられないようにしようと思って、あのイヤホンをちゃんとなんかして見せて、でも見せてるんですけど、でも話しかけられるときに無視はしたくないなと思って音楽は流してないんですよ。ダミーでやってるんですけど、やってるんですけど、で話しかけないでねっていうオーラは自分の中では出してるんですけど、100発100中どのお店に行っても絶対声かけられる。あ、よかったらご試着どうぞみたいな。あ、わかる。2年以上店舗で買い物してないの。すごい。分かるね、自分のサイズに合うとか。いやもう合わない合わない、サイズ合ってないんだけど、なんかどうにか着たりとか。そうそう、おしゃれだからその着こなしてますね。じゃあ次ゆうさんどうぞ。はい。これで。お。お。
イオンカードの新しい CM を見た。お待ちしておりました。お待ちしておりました。海で走ってる皆さんのもう爽快なあの表情がすごくいいなと思って。リサさんの最後の表情好きで、そう、最後はめっちゃ駆け抜ける感じがもう爽やかなって感じ。あのさ、ゆうぽんとひかるちゃんとリサで3人で撮ってる時に、うん、ハブちゃんと見てたんだけど、うん、いやなんか顔崩れないねって全部 OK の、そうそう、知ってんのに顔綺麗と思って見てた。ハブさんの色がすごい綺麗でした。綺麗だった。あれ撮影朝一だったの。朝一だった。理想的な朝。確かに。夜が目覚めた。私ユッカのテイクアウトでも好きだよ。なんか、本当にめっちゃわかる。ナチュラルにしようって頑張って。ありがとうございます。いつもの感じよって思う。いつも感あった。今回ヒカルちゃんと同じシーンが結構多くて、なんかすごく嬉しかった。一緒ですね、先輩後輩でカメラの。あ、そうか、そうか、上司になったね。そう、上司。3人でなんかリモートやってなかった？やってた。あれ、本当に繋がってた？別々の場所にいてやったの？いや、そう、自分でいろいろやってたんだよ。テレビで流れるとすぐ反応してパッて見ます。こうノーノーノーって、すぐ反応してすぐ見てほしいですよね、やっぱ見れると。いや、なんかやっぱテレビでこう自分たちの CM とか音楽とかが流れるとやっぱすごいなってすごい実感するので、嬉しいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。幸せよ、幸せです。本当に美味しかった。ピザの耳とかも今まで見たことなくて、ちょっとチーズがぎっしり入ってすごい美味しかった。美味しかった。最後までもちもちだった。じゃあお会計お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに森田クラブではですね、この中の誰かがお支払いするということになっております。話し合いで決めてます。今まではどうだったの？今までは私が2回とも森田クラブなので。そうですね、ちょっとやっぱりその流れだと、その流れだとやっぱりここを見たクラブだと、ちょっとそういう気はしてたんですけど、絶対気をするけれど、そうね、そうですね、せーのでみんなでね、そうだね、ごちそうさまでした。せーの、ごちそうさまでした。え、なんで、なに、ありがとうございます。ごちそうさまでした。なんで聞いてくれて嬉しかったです。いや、もう後輩に払わせるわけにはいかないな。そうだよね、さすがです。すごい、そういうことに来た。すごいナチュラルに、ナチュラルに来ましたね。わー、お支払いは4カードですよね。さすがです。さあ、これでお願いします。お願いします。お願いします。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、しっかり領収書もいただいて、記念に取っとこう。菅井優香様、菅優香様ですね。楽しかったね。いっぱいお話できたね。本当に。ということで、森田クラブ第3回いかがでしたでしょうか。すごい、なんか MC 慣れしてる感じ。いやいやいや、してないですよ。いや、なんか、やっぱ先輩方の前でこうやって普段お話しないのでちょっと緊張はしたんですけど、なんとか皆さんのお助けもありながら立派でした。アシスタントさんもね、アシスタントさんもアシスタントがいたからかなと思うんですけど、自分で調子されちょっとそれは分かっちゃうか。またできたらいいなと思います。また呼んでください。はい、ぜひ。ではまたお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。イオンカードではいろいろなキャンペーンをやっています。詳しくはイオンカードで検索してください。